今だ、ミカさん。来てくれたんだな。エレン、お願い、帰ってきて。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？あなたは民間人を殺した、子供も殺した。もう取り返しがつかない。ミカサ、まだ終わってない。そんなはずはない。うなじを完全に吹き飛ばした。俺もうなじを念入りに潰した。だが奴は死んでない。ついの巨人、硬質化で何でも器用に作っちまうってわけか。分かってきたぞ。いくらうなじを潰しても死なねえわけだ。ミカサ、奴の注意を引いてくれ。うまくいけば潜水の巨人を食える。